同学们好。今回はシーダ構文について確認しましょう。シーダ構文はすでに行われた動作についていつ、どこ、どうやって、誰がなど時間、場所、方法、行為者など動詞の左側に来る内容にスポットライトを当てた表現です。シーダ構文の語順を確認しておきましょう。クラスメイトの小田くんがもう中国に行ってしまったという情報を聞いて、彼はいつ行ったの？他是什么时候去的？先週の日曜日に行ったんだよ。他是上星期天去的。彼はどうやって行ったの？他是怎么去的？飛行機で行ったんだよ。他是坐飞机去的。彼はどの空港から行ったの？他是从哪个机场去的？関空から行ったんだよ。他是从广西机场去的。彼は誰と一緒に行ったの？他是跟谁一起去的？一人で行ったんだよ。他是一个人去的。というように使います。では、シーダ構文のまとめです。し、で、で、時間、場所、方法、プラス動詞、目的語を挟み込みます。否定文は不是的となります。動詞を否定してはダメです。肯定文、疑問文では是が省略されることがあります。シーダ構文の使い方、わかりましたか？那么、同学们、好好学习、天天向上。